花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金内郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。もうあっという間のね、1週間ですけどもですね、今日はなんか比較的暖かいね、感じがしますが、いかがでしょうか、松下さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。暖かいですね、今日ね。なんかちょっと暖かい感じがしますよね、はい。まあでも暖冬だね、去年にね、比べて。スキー場が大変みたい。まあ、いろんなね、問題あるよね、やっぱりね。ありますね、うん。やっぱり冬は寒くないとダメなんだ。そうそうそう。暖かいのはいいけど。うん、まあね。ある程度は冬、冬らしくしてもらわないとね。ね、ええ。ということでですね、はい、今日はね、桜田くんちょっとお休みでね。あ、そうですね。桜田さんライブですね、素敵なね、お客様ご紹介いたしましょう。楽しみにしてました。まあ僕はね、すごくね、一度しかお会いしたことないんだけども、実は。でもね、ちょっとね、なんか気になる人がね。もうだって前評判ガンガン聞いてるし、YouTube もね、見てるし。まあ戦前ブルースというかね、うん、まあそのお話もお聞きしたいんですけどもですね、はい、リュウジ山崎さん、はい、イエイ。いらっしゃいませ。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっとご無沙汰しております。どうもどうもどうも。5年ぐらい、5年、そうですね、多分5年ぐらい前にね、実はこの番組にもご紹介しました西成のね、神様っていうね、人がいますが、彼のライブの時にね、会場でね、お会いしたんですよね。はい、それ以来だいたいリュウジさんのね、弟さんのお話をね、いろいろ聞いててね、弟さんプロのね、そうですね、はいはい。で、弟さんをご紹介しなきゃいけないのに、お兄さんを呼んでしまったっていうね。でも順番から言うと、正しいかもしれません。ね、今日ちょっとおいでいただきましたけど、まず戦前ブルースっていうね、いうことなんですけども、どういうことあたりですかね。まあ、いわゆる戦前なんで、第二次世界大戦前、はいはい、前のね、で、まあ、45年前、ね、あのあたり前なんですけど、うん、まあ、私が好きなのは、その、戦前といっても、もうエレクトリックギター出てきてるんですけど、その戦前のエレクトリックギターの出てくる前、前ってことですね。いわゆる、1930年代半ばより前ってことですね。20年代半ばから30年代半ばぐらい。それで、あれですか、その、どういう風な感じでね、例えばそのまだ楽器がその十分じゃなかった頃っていうことになりましょうかね。いや、楽器っていうのはね、逆に今よりも、もっともっといろんな楽器があったんです。そうなんだ。要はもうアイデアがもうすごいいっぱいあって、もうみんなもうアイデア浮かんだものは作ってたような時代 で今はインターネットでいろんなもの買えますけど、昔もやっぱり100年前から日本でも一時あったじゃないですか、日銭とか通販、まあ今もあるのかな。で、ああいう通販の本がアメリカなんかも100年前からもうあって、でそこのカタログっていうのもやっぱり、見るとね、もう何でもあります。今と同じものが全部出てますね。そうなんだ。今日お持ちになったギターね、先ほど見せてもらったんですけど、それはなんかすごいですよね。これ今、YouTube ね、撮ってますけども。YouTube だと分かる人、ラジオじゃ分かんないですね。ね、ラジオだとちょっと分かりにくいかもしれない。後でね、YouTube ご覧いただけたらと思いますが、小ぶりのギターでね、それはどれぐらい、これはね、多分なんですけど、1900年代あたりだと思う。1900年か1910年あたりぐらい。へ、まあ、100歳は経ってるんだと思うんですけどもね。へえ、それはよくその手に入って、見つけたっていうかね。まあアメリカあたりなんかだと、まだこういうギターっていうのは結構メジャーっていうか、このいわゆるパーラーサイズって言って、その今のギターなんかより全然小ぶりなんですよね。小ぶりですね。で、昔はこういうサイズが いわゆるスタンダードのサイズ、はい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 。で、それがどん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 その
なんていうんですか、いろんな楽器と合わせることによってギターの音小さいと、でもっと音量を上げなきゃいけない、それで例えばドレッドノートみたいな大きさになったりとか、まあ、その前にはいわゆるあのよくみんなブルースで好きなあのリゾネーターギターってあるじゃないですか、はい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 、ああいうのもやっぱりあの音量を稼ぐために作ったものなんですよね。そうだよね、機材がない。そのカポはどうしたんですかそれ。またその機材。このね、このカポは、これがもう10年探してやっと手に入れたっていうカポで、もう周りが金具で、これはもう周りは真鍮にねメッキしてあるんですけど、でこれが出て、これはね多分あの昔のドイツからの輸入だと思うんですね。でそれがあのどんどん簡素化されていって、でまあ安いバージョンもどんどん、多分60年代ぐらいまではこういう引き継いで安いバージョンは出てくるんですけど、これはもうほんと1900年1800年これじゃ原型に近いんですか。これがもう原型、これが元で、まあ他にもいろんなパターンのカポありますけど、この手のカポはただただこのバネでね、止めてあるだけなんで、すごいね。まあ、何でもね、こう物がこう揃わないと嫌な人なんで。そうなんだ。その時代のもの。形から入るものなんでね。なるほどね。ちょっとそのギターの音色を聞かせていただけますか。ね、音色ですか。多分普通のギターでは出ないような音なんだと思うんですけど。多分ボロ。ボロの音ですよね、多分普通の人が弾くと、響きが、でもまあこれもあのわざとちょっとチューニングを変えてあるんで、普通のギターよく、まあ、カナオさんのギター弾かれるんで分かると思いますけど、EADGPE って6人からいきますけど、まあ、全体的に、まあ、私も普通のスタンダードチューニングたまにやるんですけど、そういうのでももう1音とか1音半とか、下手すと2音近くまで落として、要はもうデロデロじゃないですか。デロデロな、割とこれはデロデロな状態なんです。へえ。なるほどね。で、そうした方が弦ってやっぱりこう揺れれば揺れるほど大きい音出るんで、へえ。まあそういうのもあって、多分その音量とか、あとまあちょっともっとこう何ですか。低い音が欲しいとなった時にそういうことやったりとかね、なんか今日はね、その生でちょっとこう演奏していただきたいんですけども、じゃあどうしましょうかね。僕はね、そのリュウジさんのフェイスブックのね、いわゆるその動画をよくね上げられて、その手元だけが多いんだけど、まあ、顔出してもしょうがないかなと思って、それがねすごくね面白いのよ。それでまた撮り方もね、先ほど聞いたんだけど、そのスマホにそういうのがあるんだってね。そうなんです、そうなんです。その古いね映像の感じを出すアプリが、なんかね、それでそれを見てるとね、短いそのまあフレーズなんだけども、あれがいいんだよね、すごく。だから そのまんまちょっと今日はしてほしいなとか思ってたんだけど、でもあの白黒になんないですよ。ああ、そうか、それはね、なんかフィルターしますか、ここに。あ、いやいやいや、それいいんじゃないですか。ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、その新しい年代から、まあ何曲か例えばやるとして、新しい年代からこう古い方に行った方がいいのか、古いのから新しいの方に行った方がいいのか考えたんですけど、でもまあ、 あの一番最初そのサンハウスって、ブルースのね、いわゆるマディ・ウォーターズって皆さん、エレキ の、 あのブルースやる方なんかね、皆さんマディ・ウォーターズって言ってね、ご存知でしょうけど、そのマディ・ウォーターズが、神と崇めた人がサンハウス、サンハウスね、博多にサンハウスってバンドもいましたけど、いましたけどね、そこから来てるんだと思いますけど、そうです、もう検索、日本語で検索するとそっち出てきますからね。でその方が、まあ、あの昔もう30年代とかも活躍したんですけど、1960年代にブルースのリバイバルがあった時にまたフューチャーされて、まあ、この曲はあの、いわゆるあのなんていうか YouTube で検索していただくと映像も出てきます、
で映像も出てくるんですけど、うん、なんていうんですか、できないんです。できない、そのコピーしできないんです、なかなか。あ、なんだか分かんないんです。あ、そのやってるのは手がこんなになっちゃって。ああ、そうなんだ。でまあひたすらずっとやってる曲なんですけどね、これをまあじゃあちょっと、はい、デスレターブルースって書いてますね。出たっていうぐらいなんで、うん、あの朝起きたら、うん、自分の好きなあの女性の、うん、女性が死んだっていう手紙が届いたっていう、うんうん、まあ、何種類かこうバージョンがあって、こう最後がハッピーエンドだったりいろんなバージョンがあるんですけど、うん、ちょっと端折って、うん、長いんで元々曲が長いんですね。いかがでしたでしょうか、このね、ねえ、うん、初めて聞きましたブルース。このでもそのなんか力強さ、うん、そうです、確かにデロデロな音なんだけど、デロデロ、はい、これでもすごいあのこのちっちゃなギターで、うん、ねえ、そうなんです。だから昔の人っていうのは、うん、やっぱりこれマイクもアンプもないんで、そうだよね、いかにこのギターだけで音を前に出すかっていうことに多分努めたんだと思う。だからある程度のやっぱりそのギターの音量もなきゃいけない、声の音量もなきゃいけないっていうので、今の人たちよりもやっぱりすごいいろんなことを考えて、今はねもう何でもできるんで、そのね、ちっちゃくつまびいただけでももう大音量になっちゃうんですけどね、うんうんうん、だから打楽器じゃないけど、そうです、打楽器、ね、パーカッションの、ね、パーカッション役割も必要なんですね。役割もしてっていう ね、 そ う、 ね、そういうのは、うん、ね、あるよね、すごいね。今日ね、うん、出会ったきっかけを聞いてみたい。
出会ったきっかけですよね。なぜこういうのに惹かれたんですか。これはね、100年、200年、もともとやっぱり高校生の時にバンドを始めたんですね、うんうん、でまあ大学 1,2年ぐらいの時まではバンドをやってたんです、うん、それこそロックもやったんです、うんうん、だけど確かね、自分の周りのその音楽やってる仲間が、うん、ある日突然アコギを持ってきて、アコギを引き出したんですよね、うん、それでまあ弾き語りをやってて、うん、そういうのを見てて、あ、アコギかと思って、うん、今までやっぱりそのアコギイコールかっこ悪いってイメージしかないんですよ、うん、若いから、ね、バンドやってるとね、で、うん、その時にアコギ持ってきたのを見て、そのまあ仲間がやっぱりかっこよかったのもあるんですけど、うん、そのかっこいいのを見て、あーと思って自分も始めるんです、うん、でフォークギターでこう弾き語りを俺もやって、うん、ちょこっとどっかで歌ったりしたこともあったんですけど、うん、まあその後こう就職活動に行った時に、その周りで就職活動してるんですけど、俺はなんかバンドをやりたかったっていうのがあって、でたまたまその当時アルバイトしてた建設業の仕事にそのまま行ったん、うん、でこういう仕事だったら、うん、バンド活動もできるだろうという浅はかなあれで行っちゃうわけです、うんうん、だけどそこの社長かな、そこでね、半年ぐらいで、うん、辞めちゃうんです俺、うんうん、要は独立しようと思ったの、はいはいはい、昔まだその頃は何でしたっけ、バブルのあれがあったの、うんうん、お金も良かったんで、うんうんうん、これ自分でやった方が儲かると思って、うんうんうん、で独立したら、うん、バンド活動どころじゃないんですよ、そのやっぱ一人で、うんうんうん、で何もつてなくこう辞、うん、めちゃったんで、うんうんうん、仕事を拾ってくるのも、うん、やるのも全部一人だと、うんうん、バンド活動なんかもう到底できないんですよ、うんうん、そうなった時にフォークギターでまたこう一人で弾き語りやるんですけど、あ、やっぱもともとバンドやりたいからつまんないんですよ、一人で弾き語りジャカジャカやってんのが、あ、ね、例えばソロ入れてみたりとか、うん、ベースも欲しいとかになると、うんうん、でまあ、そこで打ち込みとかにはいかなかったんですけど、そしたらまあこういう音楽をやっぱり周りでちょこっとやってるやつがいた、うん、そしたら、あ、これ俺が好きな音楽だこれっていうのがピンときたんですよね、うん、でその時までそのこういう音楽がブルースだっていうそのジャンルを知らないんですよ、うん、でそっからまあブルースっていう単語を覚えて、うん、それでまあ見よう見まねっていうか、最初はそれこそ内田時雄さんっていうじゃないですか、内田時雄さんってやっぱりこういうカントリーブルースとかのがいい、カントリーのね、カントリーブルース、田舎ブルースって、うん、こういうのカントリーブルース、はいはいはい、シカゴブルースとかシティブルースって、こういうやつの教本を出してくれてるんですよね、でそれを買って一生懸命やるわけです、はいはいはい、やるんですけどやっぱりうまくできないじゃないですか、うん、ある程度こうその親指とこっちの指とが、うん、こう別々に動くようになる前すごい時間かかって、うん、でそれができるようになったらもう、なんていうんですか、本をやめちゃったんですね、うん、なんとなくできるようになっちゃって、うんうん、なるほどね、でそれでまあそこからこういろいろこうやるんですけど、うん、そんな本格的にはやってなくて、うん、まあ、それこそテレビ見ながらブルースっぽいことを、うん、フレーズを弾いてるぐらいで、うん、お家で、うんうんうん、まあでもね、そのなんていうかな、こうすごい新鮮なんだよね、うん、あれを映像見ててもさ、僕なんか特にね、なんか割とああいうフェイスブックとかこう記事もそうだけども、出し上げてる音も割とね、うん、なんていうか似たのが多い中でね、僕すごく新鮮にね、うん、感じたね。それそのバーも、バーはバーこれですね。スライドバー。スライドバー。ね、スライドバーも作ったのそれ。あ、手作りですか。まあ、これ手作りっていうか、いわゆる銅管、水道管。銅管をただまあ切っただけのことですよ。うん、自分の好みのサイズに。うん、でまあ。それこそさっきやったサンハウスって方
私のそのフェイスブックのアメリカの友達が、うん、あのこの間面白いことを教えてくれて、うん、その方、まあ、年配の方なんですけど、うん、いや昔ね60年代サンハウスからスライドバーをもらったんだって、うん、って言ったらその情報を教えてくれたんです、うん、そしたらやっぱりどうだったんですね、うん、まあ、その人がもらったのは、うん、でまあ、あの大体の人はガラスか、うん、まあ、鉄って大きく分かれるんですけど、うん、で鉄でもブラスとか、うん、スチールとか、うん、普通の鉄、うん、だけど、まあ、銅管使ってる人はあんまりいないんで、うん、まあ人と変わったことするの好きなんで、うん、拾ってきたもんで作って、うん、それで中はそれ二重に貼っちゃってんでしょ。貼ったっていうかね、ただ突っ込んだだけなんですね。これ二つ同じものがあって、あ、そうかそうか、二重にしてある中のやつ、それをこうってこう、ね、切って、はあはあ、でちょっと短くして、うん、無理やり突っ込んだっていう、だから実は中ねちょっととんがっててね、痛い危ないとこあるんですよ、ね、はい、うん、だからまあその道具ね、いいものを見ればキリがないんで、うん、自分のもう買える範囲のもの、うん、持てる範囲のもの、別にこんなのね、わざわざ買う、こんなのもね、多分ね、買うと本当に2000円とか多分するんですよ、うん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 、だけどこんなの転がってるの拾ってきて指につければいいだけなんで、だけどこれで演奏できるんでね、まあ十分かなっていう、ということでね、ちょっとね、いろいろお話、ね、ファックスちょっと来てみましょう、うん、それがね、ししょう、なんかね、いや来ましたよ、ファックスちょっと驚くかも、うん、はいはい、名前は後で言いますね、メッセージ、うん、カナオさん、トシミさん、キキさん、スタッフの皆さん、ご無沙汰しています、はい、プロ中のプロが集うこの番組に、うん、今日はなんとびっくり、うん、ダチ公の山崎をゲストとしてお呼びくださったそうで、はいはいはい、友人代表として御礼申し上げます。ほう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 、戦前ブルースオタクの素人でございますので、何卒お手柔らかによろしくお願いいたしオタク素人、お願い申し上げます、僕は病院帰りの道すがらに聞いております。ほうほう、リクエストですが、はいはいはい、カナオさんには筑豊ブルースで和製カタカナブルースをブルース魂を爆発していただき、マジっすか、山崎さんには何でもいいので、うん、古き良きブルースを皆さんに披露してください。ほうほうほう、山崎さん最高の誕生日プレゼントをいただけて本当に良かったね。誕生日やね、おめでとうございます。いや、まあ、昨日そうなんですよ、おめでとうございます、はい、これね、うん、ラジオネームてるてる坊主さん、あ、てるちゃんだ、てるちゃん元気ですか、てるちゃん、いや本当、うん、ご無沙汰してますね。ご無沙汰しております。お友達ですか。そうなんです、そうなんです、つながってたの、てるちゃん、ね、あ、そうか、そうか、あの時もてるちゃんが行ったんだっけ。そう、あの時もてるちゃんとかと一緒に見に行ってるんですよ。ああ、そうか、そうか、そうか、そうなんですよ。そうか、そうか、今日はなんというご縁でしょうか、ね、ねえ、そうだね、うん、本当ね、そうだ、お誕生日です、そうそうそう、おめでとうございます。いや、だからもう嬉しいのがやっぱりその50に、ね、まあ昨日50になったんですけど、まだまだその50のなった次の日にこういう新しいね、うん、だってまさかラジオにね呼んでいただけると思わないじゃないですか、ただ家でこうなんかソファーに座って弾いてるだけの人がいやいや、面白いなと思いますね。いや、なんかちょっとアメリカっぽいでしょこれの、いやでもね、そういう例えばね、うん、ご存知ない方の方がおそらく多いと思うよ。楽しみよね、リュウさんとかね、リュウさんのことをね、うん、ただそのやっぱりそういう方もね、うん、その音楽魂のね、そうね、やっぱり、うん、ご紹介したいっていうね、うんうんうん、ふうに思うのよ。だってこんだけこだわってるんだもの紹介したいよね。だからなんかね、面白い男だなとか思っててさ、50なの、まだ若いんですね。俺65。いや、俺それこの間見た時にそれこそびっくりしましたよ。だって一回り以上上ですよ、いや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 、そうなんですか、いやいやいや、でも100年前と言っても、うん、私なんか100年って言うとすごい古いと思うけど、うんうん、それはうちの母親97だから、うん、今年、うん、ってことはそんなに昔ではなくなってるのね、もう100年前って言っても、ね、200年前ぐらいだったらすごいけど、うん、100年前ってちょっとこの前なんだよ。そう、この前なんですよね、大正時代だ。 それが面白いのが、うん、情報があんまりないんですよ。ああ、ないんだ。もう本当100年前ですよ、うん、別に何ていうの、潮流板時代のね、うん、そんなやってるわけでもないのに、ね、やっぱり情報が少ないんですよね。少ないんだね、うん、でその情報の少ない中で、うん、
そのいわゆるさっきのサンハウスっていうのは映像はあるんですけど、うん、その後のまあ私の好きな20年代30年代の人なんかはもう本当に写真1枚しか残ってない、うん、そんな人ばっかりなんです、うん、でそれこそタブ譜もない、うん、映像もない、うん、そうなると耳で聞いて、うん、こうやってんじゃないか、うん、だけどそこに落とし穴があって、うん、皆さんが聞いてる LP や CD、うん、それが正しい回転数かっていうのは分からない、うんうんね、昔の SP って78回転なのじゃないですか、うんうん、あれってあの例えば78回転で回すと、うん、あの3分ぐらいしかもちろん入んないんです、うんうん、だけど曲が3分以上の場合じゃあどうするかってなった時にレコードをその録音する時にレコードを遅く回して、うん、そうすると長く入る、うん、じゃあさらにレコードって横振幅でこうなるんで、うん、音圧を下げる、うん、そうするとレコードの溝が狭くなる、うん、そうするともっといっぱい入る、うん、とかつって時間を稼いだりして、うん、それがやっぱりその場所場所によって違かったりレコード会社によってとかその録音時期によってとか違かったりするんで、うん、でそれをやっぱりその時にそういうことを伝えないで売っちゃってるんですよね、うん、もう一律に78回転のレコードって売っちゃってたもんだから、うん、みんなが78回転でかけちゃったりすると、うんうん、遅く回して録音したのを78回転でかければ早くなっちゃう、うん、そうすると早くなっていったら、うんキーも変わってきちゃうし、うんうん、声の高さも変わってきちゃう、うんうん、多分だから私はねあのアマチュアなんで分かんないですけど例えばプロのミュージシャンの方が録音して CD 出された時にキーが変わって声が変わっちゃってたら、うん、頭来ないかなと思うんですよね、うんうん、これ俺じゃねえよって話になんないのかなと思うんです、うんうん、だけどそういう話がもうそのままになっちゃって、うん、もう現代まで来ちゃってるわけで、うんでそういうのを私がその戦前ブルース音源研究所っていうところで、うんまあ、研究所があるんだねそこにまあ俺が頭でやったわけじゃないんですけど、うん、そこに携わって、まあ、たまたま近くにいらっしゃったんですよその菊池さんって方なんですけど、うん、すごい方がもうレコードの溝を測ったりとかすごいな本当もう俺からまあまあ俺はねそこに勤めてる人勤めちゃいないんですよそこに携わってる人間なんですけど本当に音楽業界の人たちってそのままにしちゃってていいのかなっていう間違ったものをどんどん伝えていっちゃってるってことじゃないですか伝言ゲームみたいになるほどねだからそこでそのもっとどっちかっていうと今 YouTube とかでそういうのが主流なんで音楽を目で聞くようになっちゃってるんですよね、うんうんうん、昔は耳コピーしたじゃないですか、うんうんうん、そうだねだからそのやっぱりもっとみんながこう耳コピーに戻ってそれでもっとそのキーとかそういうこととかさあ僕なんかは福岡だったんだけど、そのやっぱ基地とかあって、そのフェンが流れててね、その基地まあがなくなってその要するにフェンが聞けない FN が聞けないっていうことで東京行ったらねあれが聞けるとかね、それでこう流れてくるあれをさ何回も聞いてね覚えるっていうか、その方がなんかあの自然だったりこう強弱とか分かるよね、うんうん、そうです ね、そうやって覚えた方がねなんか良かったよね、うん、なんか楽器やる人はねもちろんこうコピーするときにチューニング合わせると、うん、あなんかこれおかしいなって話になると思うんですけど、うん、やっぱり普通にただレコード買って聴いてる方なんていうのは、うん、ねそんなキーとか、うん、そんなことまで気にしないから、うんうんうん、でも昔の映画とか見ると、うんうん、あの確かにみんな高いよね声が、そうなん女優さんとかもうなんかめっちゃ高いよね、それがだからレコードだけじゃなくてやっぱ映像にもある、フィルムもあるんですよ、あるでしょうね、うん、というね、うん、もうかなりのオタクだよね研究所があるんですか、すごいね、今日ちょっと話ばかりになっちゃういやいや面白い話、曲聞かせてくださいよ、曲やるんですか、ね、あそうですか、話しましょうよ、なんか俺も話すると止まんないから、結構、ね、短いからね、そうなんですよね、うん、いろいろやってみましょうよ、とじゃあ、マギー・キャンベル・ブルースっていう、はいはい、っていうかちょっと待ってくださいね、
さっきちょっと引っ掛けちゃったら、まあいいか、なんかちょっとなんかおかしくなっちゃいましたね、ギターがね。このバカな子ほど可愛いんですよ、こういうのって。すごいね、それね。マギー・チャンベル・ブルースっていうね、ほトミー・ジョンソンっていう人の曲なんです。トミー・ジョンソン、はい、これ選曲よくあのロバート・ジョンソン、はいはいはい、いますね、ええ、でロバート・ジョンソンってあのよく悪魔に魂を売ったって言われるじゃないですか。はい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 、だけど実はあれ二番煎じで、なるほどね、一番最初にブルースの中で言われたのはこのトミー・ジョンソン、うん、トミー・ジョンソン、はいはい、まあ、俺なんかはあのロバート・ジョンソン、みんなロバジョンロバジョンっていうように、はい、まあ、俺は親しみ込めてトミー・ジョン、トミー・ジョンって言うんですけど、まあ誰もそうやって言ってくる人はおらず、でまあこの人なんかが一番最初に、まあ、テクニックがすごいなんかある方で、まあ、この曲はちょっと二人でやってるのを俺が一人でやる感じにちょっとアレンジしちゃったんでね、あれですけど、マギー・キャンベル・ブルース。1928年の曲ですね。1928年、はい、1928年か、はい、ね、これあのその弦はどうしたの、それ。この弦は、うん、本当はね、うん、あの実はこう新しい CD 出しましたって渡そうかと思って嘘嘘なんです、なんです、これはあの、うん、これはその戦前ブルース音源研究所っていうところで、うん、
やっぱり昔の弦っていうのは消耗品なんでね、なかなか手に入らないんで、はい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 、入ってもなかなか使えないんでね、うーん、それをレプリカを作ったってこと。へえ、いや、そこで作ったんだ、研究所で。まあ作らせたってこと作ってもらう、まあ、作ったのは私は一生懸命こう、あの工場製紙工場してるわけじゃないですから、ね、へえ、なるほど。でこれはあの、まあ、せっかくなんでね、カナオさんギター弾かれるんで、ちょっとあの、いただき、まあ一回貼ってもらって、いやいやいや、使ってもらえればなと思います。これ貼ったらギター上手くなればいいから音がやっぱ変わるよね。これね、面白いのは、うん、そのギターの音って、うん、あのまあもちろん好みなんですけど、はいはい、うん、私のこのギターの毛なんか全然もう張り替える気なしですね。あ、もう張り替えてないんですか、ええ、切れない、切らない、切れない、切ら、まあ、なんでしょうね、うん、そのギターの音って、俺のね、まあ、好きな音っていうのは、うん、そんなサスティンが欲しくないんです、うん、サスティンが逆に邪魔なんですよね、うん、あのやるにあたって、うん、だけど人によってはそのきらびやかなサスティンのある音が好きな、うん、シャリンっていうのは、うん、だけどまあこれは個人の意見なんですけど、うん、そのシャリンとした音っていうのはあれは弦の音であってギターの音じゃないんですよ、まあね、なんかよくシャリシャリして ギターの音、うんうん、まあ俺はそのもうギターの弦はそのシャリシャリ終わって、もうそのギターのツヤ、あ、弦のツヤがなくなってきた頃、うんうんうん、そっからがそのギターの音をちゃんと引き出すのが弦なんじゃないかなって思うんですよ、うん、だからその新しいものが古くなってんじゃなくて、うん、新しいもの、タイヤだってそうじゃないですか、一皮剥いたらいいね、うん、鳴らし運転に一皮剥くじゃないですか、うんうん、多分あれと同じようなことだって、うん、まあまあ俺はそういう認識なんですけどね、うん、だからこれはちょっとシャリシャリ、あ、そのなんていうの、うん、そういう音とはちょっと違います。ちょっと変えてみたら面白いね。まああの機会があったらちょっと やってみてください。これ研究、実はねこれね、本当はこれちょっとまあ中身開けちゃいますけど、うん、開けると、うん、開けると今これは普通なんですよ、ただ普通なんですけど、はいはい、この前のバージョンがあって、うん、初期型があるんですけど、うん、初期型は昔の弦みたいに、うん、この弦をもう少しこう小さく巻くんですね、うん、小さく巻いてそれを、うん、あの昔の薬飲む時みたいにこういう紙で包んだったんです、昔なんて、ね、紙、でそれで、うん、それで最初作ったんですけど、うん、コストと手間がかかりすぎるっていうので、うん、普通な感じにちょっとまとまっちゃったんですけど、でもすごい、ね、貴重な、そこでしかこれ販売してるんですか。いや、まあ、一応インターネットでは、ええ、販売してて、ブラックダイヤモンドって書いてある。なんかブラックダイヤモンドっていうのはあのアメリカので、うん、本当にもう戦前からずっともう100年以上あの弦を作ってるメーカー、で一応だからあのそこの昔の弦の復刻っていうことなんで、はいはいはい、あのそのブラックダイヤモンドに依頼して、そういうことなんで、研究所バージョンというか、はあ、そういうのを作った。いやいや、すごいいろんなことが、うん、だけどまあこのぐらい前しかもうこだわることないんですよ。そのエレキギターだと例えばエフェクターにこだわるとかアンプにこだわるとかあるんですけど、うんうん、そうですよ、シンプルだから、もうこだわりようがこれぐらいしかなくて、ね、じゃあちょっとお便りいきましょうか、な、そうそう、じゃあね、はいはい、いただきました、皆さんこんにちは、はいはい、大観もすぎ大寒って言うんですかね、はい、これからは徐々に暖かくなってきそうですけど、はい、野菜が育ちすぎて規格に合わないために廃棄処分してる話を聞いた時は、うん、子ども食堂にネットワークできたら良いのにねと思いました、うんうんうん、これはミキさんです、博多のミキさん、うんうん、さて先週の放送もベテランのお二方の重みのあるお話と反して、うん、軽やかで古くないサウンドが楽しかったですね。今週のゲストは、うん、リュウジ・ディン・ヤマザキさん、うん、ね、はじめまして、はい、先ほどフェイスブックを見つけましたが、バンバンバザール、はい、と、はい、神様以外はやっぱりブルース系でオイラの知り合いも多く、うん、あ、やっぱり好きだなとにんまりしてしまいました、うん、今日は川崎をミシシッピーデルタまで持って行って楽しんでくださいね。ミシシッピーデルタ、はい、リクエストありませんので好きなように楽しんでくださいね。あ、ありがとうございます。こちらにも伝わります。博多のミキさんですね、はい、博多のミキさん、さて少し悲しい話ですが、うん、昨日大好きで同い年の友達でもあるギタリストが、うん、天寿を全うしました、うん、
本人は余命宣告を受けても、うん、自然体のまま音楽活動を続けてましたし、うん、悲しいけど今ではこの世を卒業しただけなのかもしれないって考えるようにしています、うん、誰かが言っていた言葉、あの世は多分最高に居心地が良いんだろう、だって誰も戻ってこないから、うん、を信じて、うん、まあとはいえ引きずっていますけど、うん、ということです、うん、と、カナオさん先日のライブもお楽しみ様でした。はい、ありがとうございます。引き続き来週もたけしさんとされるんですよね。あ、もう自分のね宣伝すごいいつも忘れるんよ俺。そう、いろいろカナオさんの話も本当人のことばっかりさあれし、はい、これなんでしょうね、いろいろカナオさんの話も伺ったんですが、はい、ここでそれを公開するとたけしさんに食らわせられる件やめとけます。あ、たけしが昔あの博多に行った時に多分カナオさんの話をいろいろ話したんでしょう、二人できっとね。本当博多行ったじゃないですか、ウォッカの行ったよ ね、その時でしょうね、ウォッカのね、たけしね、はい、もうカナオさんのなんか俺がおらんとこで俺の話はいろいろ巻きたいのチャーシーやろ、カナオさんのね武勇伝を聞いたんじゃないですか、あ、本当、まあでもね、あの噂が出るぐらいでね、うんうん、いいよね、まあ私もね噂出なくなったら終わりでしょ、そうです良いも悪いも、うん、そうよ、ということでね、31日スモーキー、ライブいつでしたっけ、僕31日スモーキー投げ銭ライブ、今月の横浜のね、スモーキー、野毛スモーキーですね、31日、はい、間近だとね、うん、で金尾城、渡辺武史、松下利美でやりますね、はい、あとは2月7日、うん、2月7日赤坂フラットンカンティーナ、これはバンドでやります、うん、これはあの後藤鈴木さん、うん、あ、2日、ごめんなさい、2日がありました、2日、あ、外からね、2月2日ということで、ね、ありましたけども、あの2月2日は金尾城ミーティング、これはね、中野坂笛エイジア、これはあの平野くんってね、僕の、まあ、知ってるシンガーがいて、ジョイントですか、うん、あの平野和とジョイントですね、このバンドかっこいいバンドなんですけど、いまいち知られてなくて、うん、皆さんぜひ行ってみてください。あ、私ですか、あのいやいや、あのドラムのね、ドラム松尾、ギターの広成さんとかかっこいい、ギター広成くんでね、うん、あとベースはいつもの赤井さんでね、かっこいいバンドなんですよ、ぜひお時間あれば皆さん、赤井くんね、うん、男臭くやりますんでね、よろしくお願いいたします。で2月のいつ7日、7日が赤坂フラットンカンティーナ、これはまああのドラムゴボ鈴木さんとかね、はい、渡辺武史、あと赤井くん、はい、あと9日がアビーム、松下利美がね、うん、9日アビーム、うん、はい、アビームありますね、はい、2月結構ちょこちょこなんか詰まってますね、ですけどもね、うん、いや2、7、9、でリュウジさんライブとかないの、ないんですか、ライブは、ライブはあんまりやらないの、ないんですか、なんかあんまりそんなしようって思わないんですよね、それも別にね多分ね、どっちかというとそのミュージシャン体質じゃないんですよ、多分研究家体質で、なんかそうかもね、うん、見るからにそんな感じが、まあ、研究してるって感じが、一応目標はあるんですよ、目標はその自分の今 その建設業の仕事がしんどくなってきて、うんうん、そうなった時にまあちょっとギター弾いて小銭を稼げればなぐらいのあって、うんうん、でまあ60、70ぐらいの時になんか人前で、うんうん、まあ、自分の中でもそのやっぱりまだまだこう勉強するとこはいっぱいあって、うん、まだ先がね、道が長いんで、ある程度人様にこう聞かせられるような状態になったら、お金をねいただけるような状態になったらやりたいなと思うんですけど、ブラザーズではやらないんですか、ブラザーズは全然絡みないですね、ないですか、今度はまたその弟さんもね、山崎本当にね、タイガさんね、いらしていただきたいね、いらしていただきたいですよね、マネキとどういう風なとこが違うのかなってね、全然違いますよ、全然似てない、本当全く、で俺がだからこういうそのアコースティックの方に行った時も全部そのエレキモンとかあげちゃいましたからね、ああなるほどね、いらないからって言って、そうかそうか、でも楽しみですけども、ね、今日はなんか一緒に、いや、なんかやりましょうよ、なんか一緒にやってほしい、なんか今日も聞いた方がいいんじゃないの、いや、やった方がいいね、一緒にやる、やる、あと時間あるから、まだ一曲なんかやれば一人で、もう一曲、うん、もう一曲歌ってもいいですか、うんうん、いいですよ、これはね、あのやっぱり歌わなきゃいけない曲っていうのがやっぱりあって、その黒人、まあいわゆるブルース、ブラックミュージックなんで、黒人音楽なんですけれども、うん、
やっぱりこう時代でこうずっとねこう抑圧されてきた時代があって、うんうん、そういう時にこうずっと歌われてきた、うんうん、いわゆるこれはブルースじゃなくてスピリチュアルの曲なんですけれども、うんうんはいはい、そのなんていうんですか何も動じない、うんうん、俺たちは動じないぞと、うんうん、動じちゃいけないんだ、うんうん、でそれこそ公民権運動とかでもまあちょっと歌詞変えられてね、うん、We shall not be moved とか言ってたまあ歌結構歌われた曲なんですけど、うんまあ、この曲をやります、うん、これはちょっとブルースの神様、うん、チャーリー・パットンっていうあチャーリー・パットン、はい、この人が本当にザ・ブルースですよね、うんこの人が1929年に出した曲ですね、うん、I shall not be moved ですね、ですね、ゴスペルっぽい、そうですね、ゴスペルとかスピリチュアルとかね、そういう感じで、ねということでね、今日はね、渋い声を、リュウジ山崎さんでしたけどもですね、うん、いかがでしたでしょうか。いや、なんかあれだよね、こう硬いね、うん、もう研究家みたい、
いや研究家だから真面目な ねもう取り組み方が真面目で取り組み方が、まあ、本当に追いかけてごめんねみたいな感じ困るのがその、まあ、研究家みたいなことやってるんでなんかやっぱ硬いイメージがあるんですよ、ねうん、で硬いイメージがありすぎちゃってそのこれ何でもそうだと思うんですけどこういうものっていうのもやっぱりあの後世に伝えていかなきゃいけない、うん、残さないといけない、でやっぱり若い人いないんですよね、うん、そういうブルースに興味を持ってくれる、あ、ね、まあ、その戦前ブルースに興味を持ってくれる方が、うんうん、でもねなんか割と比較的なんか若い方もそういうふうなことをやってる方って最近増えたんじゃない？工事用紙はどうなの？まあでも工事大内さんご存じ、まあ、そこまで古くはないんだろうけどもね。大内さんは、まあ、ライトニング、まあ、ライトニングホップキンスなんで、まあ、まだ新しいね、まだ新しい方で、ま、だからそこまでね、でもね、うん、自分たちでなんかこう例えば湯たんぽでギター作ったりとか湯たんぽするらしいね。その昔やっぱり、ね、みんながみんなギター買えたわけじゃないんで、ね、買えなかった人たちはその廃材を利用して身を見よう見まねで作ってね、それでまあ音を出して楽しむ、でまあだから自分俺なんかもそれをちょっとチャレンジして湯たんぽで作ったり、まあなんかいろんなねもうでもう20本ぐらい作ったんですけどもう最近飽きてやってないんですけどね、フレットもないしそのチューニングもなんか合うんだか合わないんだか、うん、だけどその自分の持ってる範囲のチューニング音量の中で、うん、もうあの音楽って楽しめるんですよ、うんうん、音が出ればね音が出れば楽しめるんで原点は音が出ればいいとこから始まってるからいいと思うんですよね、なるほどね、だからまあ、 あのいろいろやってます、うんうん、やっぱり音の、ね、音楽の楽しみ方っていうのはね、あの僕なんかこうほらあのそまあオーディションでねソニーのオーディションでもう受かってあのこっち出てきたんだけど、やっぱりなんかそのあの売れなきゃいけないとかみたいなことで、うん、結構追い込まれたりなんかしたこともあったし、まあ、しばらく音楽やめてた時期もあったんだけども、うん、あのでも楽しみ方ってなんか俺いろいろあるんじゃないかなって気がしてね、うん、そういうことじゃなくて音を楽しむね、うん、部分でね、でどうしてもなんていうんですか大人になると、うん、そのやっぱお金使わないと遊べないって思っちゃうじゃないですか、うん、だけど子供の時って何もなくても、うん、そう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 ね、ね、意識って遊べるし、そう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 ね、じゃあここら辺で二人で遊んでくださいよ。一緒にコラボしてる。俺泣いちゃってたからな。俺なんかやっぱりここ。いやいやいや。ゆきゆきなんかやってる。やりますかなんか。ねね、あれ、カノさん、スイートホームシカゴとかって歌います？いや、あのね、あんまり僕なんちゃってだけど少しはわかるよ。なんちゃってのはすごいじゃないですか。だって俺全然わかんないですよ。本当？じゃあちょっとやろうか。どれぐらいの感じでやりましょうか。ちょっと先でもなんかよくなんかエレクトリックでやるようなテンポだとちょっとね、うん、せっかくアコースティックなんで、そうですね、なんか適当に入ってください。うん、back to the land of California.
in that California, hey, to my sweet home Chicago. はい、ということでショートバージョンになってしまいました時間なんか話すぎたね、ということでまたねなんかやりましょうよ ね、 なんかね、うん、楽しかった、あっという間でした ね、 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 ね、うん、1時間長いのかなと思ったんですけどなんか足らなかったですね、短いでしょ、ということでね、今日はねリュウジ山崎さん登場していただきました、また来週お会いいたしましょう、はい、お相手ははい松下としみ、はい金尾一郎でした、来週もゲストお楽しみいただきたいと思います、はい、See you next time。あの人は今はない。